こんにちは、ひなです。今回はトマト栽培の総集編をお届けします。千狩り農場では春にトマトを植えて、夏から秋にかけて出荷しています。これまでトマトの成長に合わせて動画で紹介をしてきましたが、最初から最後までをぎゅっと凝縮してみました。ぜひご覧ください。春、雪が溶けて一番最初の仕事はハウスのビニール掛け。会津は雪の多い地域です。冬の間、ハウスが雪で潰されないよう上まで巻き上げておいたビニールを下ろしてハウスに固定します。地面がだんだん乾いてきたら肥料をまいてトラクターで耕します。そしたら水や肥料を流すためのチューブを敷いてマルチを張ります。マルチに穴を開けたらいよいよトマトの定植。一本ずつ丁寧に植えていきます。植え終わったら倒れないよう上から紐を垂らしてクリップで固定。クリップの位置はトマトの成長に合わせてどんどん上に上げていきます。定植からしばらくして最初の花が咲きました。トマトは葉っぱの枝が3本、花房が1つ、また葉っぱの枝が3本、花房が1つという風に育っていきます。だいたい1週間に1段くらいのペースで新しい花房ができます。最初の花に実がついてこんな感じになりました。トマトの実は花が咲いてから1ヶ月半くらいで赤くなります。そしていよいよ収穫。1段目の収穫開始が6月の終わりくらいで、これからどんどん新しい花に実がついて大きくなって赤くなって11月くらいまで続きます。トマトが育って大きくなってくるとハウスの高さよりも長くなってしまいます。そこでこんな風にトマトを曲げて高さを調整。それでもまた長くなってきたらもう一度同じように曲げたり下向きに伸ばしたりして高さを調整します。そんなこんなで秋も深まってきます。冬になると温度や日照量が足りなくてトマトを育てるのが難しくなってしまいます。大雪でハウスが潰れてしまう心配もしなくてはいけません。そこで区切りの良いところでハウスを片付けます。すっかり綺麗になったところに来シーズンのために堆肥をまいて耕します。ビニールを巻き上げて固定して冬の準備が完了。冬が来て雪が降り始めて畑が真っ白になってだんだん雪が溶けてまた次の春がやってきました。ビニールを下ろして新しいシーズンが始まります。